そしてまたこれ椅子が外れるのをオロチと長介がもう一度これ倒しましたよ。これ強い男なんですけどね。この辺で、はい、おお、おおと。さあどうやってこれで見つけますか。小峠ここで逆転なるか。どうだ。ようやく小峠がなんとかこの状況を打開するというところなんですが、クーバーがやってきて、あーっと足を、いや小峠ちょっと苦しいでしょうね。いやまたこの言い方が本当に腹が立ちます。そうですね。いやでもジョーカーのメンバーも本当よく見てますね、ジョーカーの方ね。それはね、ちょっとね、ちょっと気がしますね。はい。さあ、この目線の中をなんとかタマスケを張っているんですが、会場からの攻撃に対する声援が飛んでいます。おっと、ここでようやく取り突き刺していきました小峠。これでようやくタッチという、あーようやくビリータッチしました。ビリーここでポーハラセルがミサイルキック。オロチとそしてクーガーが逆に飛び込んできた。コーナーに振っていく。そしてオロチがまだ、おーっとこれはよく読んでいました。しかしクーガーも分かっていた。ビリーを捕まえてどうぞ。おお、ビリーここで2人の動きをよく見ていた。この辺りビリーはうまいと思います ね、 いいですね。やはりこの大阪プロレスのエースはこの人じゃなきゃいけませんよね。しかし大口に倒されてしまっていました。さあ大谷に決まっていきます。ビリー今度はジョーカーに対して、これはそろそろとやり返されてね、はい、観客の留飲を下げてほしいところ。さあビリー、ここで突っ込んでいく。ようやくすっきりしてきました。そしてこのまま場外に通った。さあそしてここで原田が出てきます。原田が出てきたんですが、クーラーが、あーまた顔面の方、これは駆け押していきます。おお、今はちょっとこの抱え上げてそのバックのように落としていきましたね。流れつけてるですね。原田この人のスピードがある。さあこの人は本当にタックだけじゃなく本当にシングルでもね、いけますよね。三平、さあどうだ。これはカウント2。原田選手の場合はスピードもありますし、パワーもなかなかありますからね。そしてスープレックスも素晴らしいものを持っています。ね、コーナーに振っていった。そのまま勢いをつけ、あーここは大阪プロレスの意地を見せていった。危ない危ない危ない。さあ原田の動きがストップしてしまったか。原田、先ほどこのコーナーを見つけられたところで引いてしまったのか。ちょっと悩みに落ちましたし、ね、そうですね。いやはりクーガーが、これは王者と王子の小峠が入ってきましたよ。それに気づいたんですが、小峠がこのスピード、しかし背後へ助け。ジョーカーの選手本当に目がいいというんですかね。タイミング、おここで捕まえていきました。高助を決めるぞ。さあフィニッシュを宣言した小峠敦であります。背後に回っていくんですが、しかし高助が、おお、顔面を蹴っていく。こうやっていきましょう。さあ、そして捕まえて、このままバックに回った顔面。
瞬でビリーが出てきて、ここはさあカットしていきます。さあ、その時間打ってますよね、これね。さあ、このチャンスどう生かせるのか、ビリー・ケンキッド。まずはビリーが落としていった。そして原田顔面に、そして小峠に見せるか。さあ、どうだ。おーと、これはカットに入ります。さあ、今3人で畳みかけていったんですが、ここはカットに阻まれてしまいました。ビリー・ケンキッド、試合時間の方が15分経過ということになりました。ビリー、さあ、原田、小峠が、あーっと椅子が待っていた。椅子でオーダー、ビリーの動きを止めたクーガー。いや、椅子の使い方もそうですし、この人たちはラダー使っても何使ってもうまいですね。まあ、ちょっとラフ攻撃を攻めると、止めるというのはね、どうなのかなと思うんですが、本当に強攻撃がうまい。今度これスチールパン出しましたよ。ちょっと止めてほしいですね。スチール感を、これはかぶせて、そのままクーガーフルスイングで、おっと、おお、スワンダイブもこれはカットに入りました。しかし原田がこれスチール感を、おお、これは見事見事、クーガーのフルスイングをなんとかこれカットに入りました。しかしまだまだジョーカーの勢いが止まりません。王者の2人が攻め込んでいきます。もうしかしここで、おお、あー、スピードが速い。おさあ、原田、そして小峠に当たりました。桃の青春タッグ、ここからが2人の連携を見せたいところ。そして蹴りを入れて、そのままビリーが今度は出てきた。さあ、ここで出るか出るか。おお、小森強し、小峠の腕を借りて、小森強し、どうだ。おお、惜しかったですね。さあ、まだまだこれは続くか。ゲット。さあ、ビリー君、きっとグロッキーとなったオーチに対して何を見せる。さあ、ビリー、ここで立ち上げというところなんですが、これはオーチがなんとか耐えようとしている。そして、あー、ビリー、ここで今度は逆に抱え上げられてしまった。おわっと、待っていた。お、これでどうだ。さあ、どうだ。あーと、あー、今退場、すっごい今決まったかと思われたんですが、さあ、片付けがリングに入ってこようというところ、2人が大野選手の中を捕まえました。まだまだ佐伯君の優位は変わりません。まずは小峠が行く、そして原田、そして最後にビリー・ケン。おっと、これはすごいですよ。大野地に行きましたか。よく見てましたね。そして片付けを抱え上げて、さあ、コーナーに登っていこうというところ。さあ、どうだ。ゴー、ダイビングエルボー。さあ、決まった。どうだ。おお、これはキッカーの片付け。さあ、チャンスですよ、ここね。ですね、あと一発、あと一発決めたいところ。ちょっとまだセコンドいますからね。動かないとね。はい、お互いにエルボーの張り合いということになっています。両者ともに負けてはいません。気持ちだけで前に前にぶつかっていくこの2人。わー、原田、この連続。おー、片助の顔が歪んでいる。おーっと、これはナック。このデューパンチはいけません。しかし、そしてバックに回って、どうだ。原田、ジャーマンを出したいところだったんですが、おー、膝が入って、そのままジャーマンでいくか。どう
の膝をロシャレフにもやってしまいましたね。レフリー不在のまま試合の方が進んでいくんですが、さあレフリー大丈夫でしょうか。あーっと、ここでパウダー、パウダー、そしてコーナーからミサイル飛んできたオロチ。あー、これは2人がオロとオロチがぶつけていってラリアット、そしてビリーに対してクルーガーがそのまま2人まとめて、そして吉野レフリー強引に今入れられましたね。しかしちょっと見てください、椅子をまだ用意してますね。あー、顔面をぶってしまったか、どうだ、これは視界を奪われてしまった原田。あの今パウダー攻撃もそうですけど、本当に原田選手まだ視界ちょっとね、ちょっとはっきりと見えない、見えにくいでしょうね。あ、そしてこれは椅子を足で用意した、あー、吉野レフリー、この辺りはよく見てほしいところでありますが、どうだ、あー、3つ入ってしまった。神戸三本ホール大会なんですが、最後はジョーカーがメインを占めてしまいました。いや、本当にこのジョーカーの勢い、一体誰が止めるんでしょうか、はい、また4月のシリーズも本当に楽しみですね。あ、どうもありがとうございます、楽しみにしておいてください、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺りで失礼します。失礼します。